ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。皆さんこんばんは、ドクター林です。6月28日もう6月も終わりですね。6月最後の放送なんですね、今日はね。まあまだ今日もね、雨が降ったのか降らないかは降りそうな感じで、まあ涼しくてよかったんですけどね。梅雨も明けるんですかね、これね。なんか来月になったら、もう7月になったらまだ暑くなりそうな感じですよね。暑くなって、まあいろいろね、もちろん熱中症だとかなんかいろいろありますけども、やっぱりこうね、紫外線にやっぱり気をつけなきゃダメですよね。やたらとこう日に当たってね、日焼けするのはね、まあ、女の方はね、みんな日傘さしたりいっぱい、日焼け止めクリーム塗ってる人でしょうけどね、男の人は日焼けと無防備ですからね、ハゲた頭そのままに日に当ててますからね。日に当たると紫外線でね、体の中の活性酸素って増えるんですね。特にその皮膚の活性酸素が増えてくると、まあちょっとこう色が黒くなったり、この色素沈着になる人は、そこから皮膚がんになる可能性があるということでね、気をつけなきゃいけないんですね。だから本当南半球の方に住んでる人たちはね、やっぱり紫外線でかなりこの皮膚がんが多いと言われておりますけどね、やっぱり一番そういうことを気をつけて、暮らしていかなきゃいけないんですよね。男の人でもね、やっぱりできるだけ日に当たらない方がいいと思いますね。で、日に当たって、当たら仕事してる人、なんか人はね、やっぱりね、その活性酸素という増えすぎた活性酸素を除去するために、減らすためにね、やっぱりそのビタミン C とかね、ビタミン E というのをしっかり取らなきゃいけないんですね。ですからやっぱりその野菜をしっかり食べる、それからまあ果物食べるとかですね、それでそういうことで水分を補ってた方が、まあいろいろですね、ポカリスエットどんどんって言われてますけどね、まあ、そういうものよりも意外とね、水分を果物から取ったりした方がいいんですよ。ですからね、まあ本当に暑い日差しの中まで気分気持ちいい時もありますけどね、もう来月からそういう日差しが強くなってきたら、やっぱそういうことに気をつけて、過ごしていただきたいと思いますね。活性酸素ってご存知のように、そのいろんな病気の元になりますからね、ほとんど病気の 90% は活性酸素が原因だろうと言われておりますから、例えばそれがまあタバコの吸いすぎであるとか、ね、それからそのストレスであるとか、薬の飲みすぎであるとか、まあ、そういうことでね、活性酸素って増えますから、何も日光だけじゃありませんのでね、十分に注意をしていただきたいというふうに思いますね。そのまあ活性酸素を減らす意味でもね、ゲラゲラ笑わなきゃいけないと、まあ、いうこともあるんですね。それではね、今日はまず曲聴いていただきましょうかね。これはね、R60 指定の曲ですね、ほとんどが。橋幸夫さん、雨の中の2人、聴いていただきましょう。
健康ゲラゲラクリニック、毎回素晴らしい楽しいゲストの方をお迎えしてねお送りする番組です。今日のゲストは元女子プロレスラー、今スポーツトレーナーですね、風花さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。ね、風花さん、あ、そうそう、まずね、はい、メール募集しますからね、風花さんにねいろいろ質問だとか、ファンレターを出したい人はね、はい、まずメールですと 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、 ファックスの方は0356705332、5670533にどしどしお寄せください。そう、風花さんは、はい、いや、その女子プロレスも引退した、やめたんだよね。そうですね、ね、何年くらい前にやめたんですか。3年前です、ね、3年前だ、結構ね、結構前 で、はい、でその前に何年くらいやってたんですか。6年間と練習生1年間の7年間、7年間やって、はい、でもうやめて3年経つんですね。そうですね、はい、だから、私も別に女子プロレスにそのあんまあれがなかったわけじゃないんだけど、関係なかったわけじゃないんですけど、意外とっていうか、あの接点がそんなになかったですよね、はいはい、女子プロレス現役というかね、はい、だからそうプロレスやめてそれから今スターダムっていうところのジェネラルマネージャーですね、うん、そうですね、はい、それやって、まあ、その時それからまあちょっといろいろお付き合いするようになったんだけど、うん、まあ、この前そのうちに来た時に、まあ、寒い時だったか風邪ひいてるか分かんないけど、はい、マスクで半分顔隠してて、そうですね、でその次会った時は、はい、新木場の会場だったんだけど、うん、それこそマスクで全部顔隠してて、あ、そうですよね、マスカラスカンさんの興行で、そうだからこうまとまり顔見るのはほとんど初めてじゃないかとですね、初めまして先生そう思うんですけどね、もともとどうしてプロレスラーなんかなろうと思ったんですか。最初のきっかけは私スピード、沖縄4人組のスピードが大好きで、それで高校の時にちょっと遡って言えばちょっといじめられていたことがあって、で登校拒否になったんですよ。でその時に学校行けなかった時にスピードの曲を聴いて立ち直って、で、そうなんですよ、それで私もそういう人に影響を与える人になりたいなと思ったことがきっかけで、でもその手段が分からなかったので、いろいろ雑誌見て私は何ができるんだろうって思ってたら、吉本女子プロレスっていうのが目に入って、で、あ、私スピードになりたいしでもどうやったらなれるか分かんないから、うん、とりあえず人前に出ようと思って、あ、最初はそんな不純な動機で。でもプロレス自体は好きだったんですか。プロレス見たことなかったです。あ、そうなんですよ、だからオーディション受けて受かって、うん、私のお披露目が後楽園ホールであったんですけど、うん、その日に初めてプロレスを見て、はあ、あまりにも怖くて立てなくなっちゃったんですよ。でもとにかくプロレスラーから始まったわけでしょ。プロレス、はい、吉本が、はい、女子プロレスのあれをやるっていうのも、あのオーディションがあったんでしょ。一応アクション女優、あ、アクション女優募集って感じで。そうですね、それで2年間のプロレス修行がありますっていうのが、うん、なるほどなるほどなるほど、はい、どんなものか分かんなかったけど。そうですね、男のプロレスを見たことなかったの。あのうち兄が2人とも。そうだよね、はい、お兄さんがあの DDT の垣本大志さんですね、でプロレスが好き で、ね、昔から見てて、見てたんだ。でも私はもうそんななんでわざと痛い思いをすることを仕事にしないといけないのかと思って、うんうん、いつもこうビデオとかを消してたんですよ、うん、なのでプロレスには本当縁がなかったです。あ、それなのにやってるんです。アクション女優にとにかくなりたいと。スピードになりたかったんですよ。はい、うん、それで、うん、まあ、そういう吉本なりにオーディションに向かって、はい、まあ、2年間プロレス修行しなきゃいけないと言われて、はい、プロレス始めたと、うん、はい、いうことがきっかけなんですね。そうですね、はい、でやってみてどうだったんですか。やっぱり痛かったでしょ。痛いし、とにかく勝てなかったんですよ私。1年半で60連敗して新聞の一面に女子プロ界の春うららで書かれて、なんてこの屈辱な世界なんだと思ったけど、でもなんかその頃にはもうプロレスが好きになってたので、うん、まあいいかな。あとその何もできない負けからどんどんもしかしたら勝てるかもみたいな手応えを感じるようになったので、なんか同じ。じゃあ2年間そのプロレスばっかりやってたわけ。 それこそアクション女優だとか、うん、スピードだとか、はい、そういうことであんまりなんかいかなかったんですか。吉本だったのでバラエティ番組には結構出させて、はい、いただいて、でもスピードには近づけなかったですね。あ
そういう 歌とか、うんうん、まあ、そういうのも好きなんですか。それがね、私スピードになりたいとか言いながら、うん、歌もダンスも本当にダメなんですよ、はい、それなのに、うん、なんかだから歌もダンスもできないのにスピードになりたいって言ったら、うん、ふざけてるみたいなんですけど本当に大好きなんです。あ、なるほどね。はい、一曲じゃあそのスピードの曲弾いてみましょうかね。はい、何からやりますか。マイグラジュエーション。マイグラジュエーションです。風花さんの憧れのスピードのね、はい、マイグラジュエーションという曲を聴いていただきますけどね、はい、まあ、プロレス生活、まあ、6年7年、はい、6年でしょ6年で、はい、まあ、我々はその風花さんの名前を、うん、すごく知った
そういう事件があって。そうですね。トースポから見る事件だけかもしれないですけどね、はい、大きく報道されたことがありました、うん、はい、その痴漢にあって、うん、まあ、痴漢にあるのはね、それはもうよくあることかもしれないんですけども、はい、それを捕まえたと、うん、で捕まえた、その時腕を捕まえて、あんた何よって言ったんじゃないんですよ、はい、何日か経ってから捕まえたんでしょ。3ヶ月間ちょっとその話聞きたいんだけど、ね、いや、ある冬の日にですね、2006年か7年だったと思うんですけど、うん、ある日練習帰りに、うん、なんか男につけられてて、で気づかないで、うん、マンションの駐輪所に自転車を止めて、うん、振り返ったら男が仁王立ちしてたんですよ、うん、でなんかちょっとその時点で怪しいなと思ってたんですけど、うんうん、でもまあどうすることもできないので、とりあえず家に戻ろうと思って階段を上がっていったら、うん、踊り場のところで追いつかれて、うん、押し倒されて、で、まあ、スカートの中に手を突っ込まれてそうになったんですよ、うん、でその場は相手の股間を蹴りまくって、うん、はい、蹴りまくったと、はい、撃退したんですけど、うんうん、その時に顔をもうバッチリ覚えておいて、うんうん、もう悔しくてしょうがなかったので、うん、もう探し続けたんですよ、はい、でもなかなかいない、なかなかいない。だからある時は私がすごい露出の高い服を着て、うん、おとり操作をしてもう一回やらせようすごいなそれ、うん、でもいないし、うん、そういうことしてたらその人じゃない危ない変質者にぶつかったりするんですよ。だから次は作戦を変えて、うん、サングラスをでっかいのをしてマスク2枚して、うん、で髪をキャップに入れて、うん、性別がわからないようにして、うん、いろんなところ回ったんですよ、うん、それでもあの顔絶対忘れないと思って探して、うんうんうん、そしたら3ヶ月後に、うん、もう駅から家に帰るときにすれ違ったんですよ、はあ、こいつだと思って追いかけながら警察に電話して、うん、でその時に被害届出した柿本風花です、すぐ来てくださいって言って、その男を尾行し続けて、うん、で居酒屋に入っていたの で、うん、で私服警官が来たと同時にそこに入っていって逮捕した、うんうん、はすごいですね本当ね、かなり執念ですね、ねえねえ、うん、そんな腹立った頭したんだ、はい、なんかみんなに逆に私がストーカーだろうみたいなことを言われてボヨヨンって何ですか今のへそう3ヶ月間、毎晩のように毎晩、ほぼ毎 晩試合の日もちゃんと帰りに、うん、うち火災だったんですけど、うんうん、新木場で試合があるともう自転車圏内なので、うん、その勢いでもういろんなとこ探しまくってから帰るっていうのが日課でしたね、うん、いやもう辛かったけど今思えばあの事件があったから、うん、結構先生もそうだし、うん、なんかたくさんの人に見てもらうことができたので、そうだよ、有名になった、一躍名を轟かせたじゃないですか、あれはね、はい、もう痴漢様々ですねそうだそうです、皆さんまた痴漢やってほしいですよ、またやってでもそうです、警察が入ってって、いや私やりましたとかおとなしく言ったのかしら。いや言わなかったんですけど、知らないって言ったでしょうね、はい、でも私はもう絶対にやったって言い続けて、うん、でマジックミラーみたいなところで、うん、本当にこの人ですか、絶対やってないって言ってるんですけど、うん、って警察に聞かれたんですけど、うん、いや私は絶対やってるって言って、うんうん、でもこれは現行犯じゃないから逃げられる可能性があるなと思って、うん、そうだよね、でも間違いないから、うん、もし逃げられた場合は私はブログで晒してやると思って写メを撮ったんですよそしたら警察の方に携帯を取り上げられてしまって、隣の取り調べ室にね、動かされたんですよそれで、ね、もうやることないなと思いながら聞いてたら、うん、今度はこう住所とか名前を言ってるんですよ、うんうん、でこれちょっとこっそり書いとこうと思って書いてたらそれもバレて、うん、一番遠い取り調べ室に連れて行かれて何もないところで4時間待たせられたんですけど、うん、まあ、その4時間の間に自供して、あ、自供したんだ、はい、やりましたって、はい、それでなんとかよかった、なんか私の方が問題児みたいなことになってますね謝ったの、そうした結局謝ってきました、謝ったってこと、なんか、うん、そうですね、手紙を書いていきました、本当に申し訳ありませんでしたみたいな、直接謝りたいって言われたんですけど、うん、もうさすがに会うのも嫌だからって言ったら、うん、警察の方を通じて手紙が来ましたね、それも面白いのが、うん、そのまある、ね、あるところに入るじゃないですか、うん、そしたらそこに週刊プロレスが置いてあったらしくて、うんうん、そこに私が乗ってて、そこで
私のことを知ったらしいんですよ。ああなるほど。そうそう、だから自分はしちゃいけない方にしてしまったんだな、うん、みたいな内容で、そんな股間を削られた時点で思わなかったんですかね。ああ確かになんか違うと思ったから。でも別にプロレスラーだからダメとかじゃなくて、うんうん、誰でもダメだからと思って。あそうだよね、すごいな、はい、へえ、そのまあ痴漢に対してだけですか、その執念っていうのは、なんかいろいろ物事に対してそういう執念深く何でもやる方なんですか。いやー痴漢に対してだけ、そんなに人間関係を深くする方じゃないので、うん、そんな、なんかメールが来てますよ。はい、いいですか。どうぞ。一部のマスコミで相川ゆずきさんと風花さんの船川教授が呼んでますが、うん、真相をしっかりくださいって書いてありますけど、全然そんなことないんですけど。なんかこの世界って私同期の川崎あさみっていうことも不仲説が流されたりとか、仲がよ仲良くないことが仲悪いみたいになっちゃうじゃないですか。別に仕事の話もするし二人になったら話もするのに、でもなんかべったりしてないと、多分相川さんと私はべったりいてほしかったんですよ、ファンの方からしたら。あなるほど、ね、でもお互い大人だからある程度の距離感を保ってる、そしたらそれがもうイコール不仲みたいなことを言われて、でも全然そんなことはない。やっぱり両方ともほらビジュアル系で内情のキャラでこうやってるから、なんかそこに、イライラ意識があるじゃないかとか、なんかそういうことをみんなファンの人は思うのかもしれないですよね。でも私も引退してるので、まあね、同じ土俵じゃないので。そうだよね、全然頑張ってもらって本当スターダム助かってましたからね。そうか、じゃあそういうことないそうですよ全然、ね、はい。まあそういうことで、まあ、痴漢も撃退するし、ね、本当それはすごい話だと思う。3ヶ月間終わるんですよ本当に、ね、ね、これ本当私諦めない普通は ね、 ね、これ本当はでも大変、女の子がレイプ未遂をされたわけだから、まあそれはそうだね、重い事件なのに私がこうやってチャラく話しちゃうから、面白いエピソードみたいに皆さんに伝わって、なんかあんまり同情されないから、それがちょっと辛いなって。もっとトーン落として喋ればよかったですね。でも私そうなんですよ。いやでも、女性の人が聞いたら、いや自分も本当にそのくらい執念持って、痴漢をやっつけようとかね、やっぱみんな思って元気づくかもしれないから、やっぱり言ってもらった方がいいですよ ね、 それね。そうですね、でもやっぱ、ね、女の人がやると危ないので、私だからいいけど、やっぱり同じことをやられると本当にね、もっと最悪なことになるかもしれないから、ね、でもその例えば毎晩毎晩こう、探して、はい、見つけたらとりあえず警察に通報しようと思ってたってこと。見つけたら私は自分でやってやろうと思ってたんですよ。でそれを警察に言っちゃったんですよ。でそれはなんか、まあ、こんなこと言っていいのか分かんないけど、それはね、勝手にやってくれる分には正当防衛だったりなんだりで言い訳つくかもしれないけど、風花さんがもう自分たちに言った時点でそれをやったらただの暴力になっちゃうから、あなたの犯罪になるって言われて、そうだからできなかったんです。私もいろいろ考えてたんです、キックでやってやろうかとか。いやすごいですね本当ね。でも本当、まあ、ちょっとほらちょっと見では、ちょっと見てその強そうに見えないじゃないですか普通ね。そうですね、でしょ。だからそういうちょっと露出なんか してると恨まれてきて、はい、そうにやっちゃうと思う男はいっぱいいるわけで、はいね、でもだから逆に こういう身なりでプロレスしてたら襲われることもないじゃないですか。ないですね。でもそうじゃない私だから襲われたけど、実はまあ勝てるぐらいはあった、ってことはなんかもしかしたら運命なの、神様が私にそういうのを退治しろってことなのかなと思って。退治しろ、はい、使命感で頑張りました。そうですね、ただと痴漢はしちゃいけないと、人は見かけによらないですからね。はい、ということで今日の教訓でしたねこれは。さあそれではじゃあもう一曲いきましょう。何がいいですか、リクエストお願いします。はい、はい、私の、入場曲だった浜崎あゆみさんのスターティンです。はい、お願いします。
ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。今日はゲストに、元女子プロレスラー今スポーツトレーナーの風花さんを、お迎えして行っております。この番組は実はですね、来週から来月から、まあ、来週ですね、放送の時間が変わります。水曜日の夜8時から9時まで、毎週水曜日の夜8時から9時までですから、この次回は7月3日の夜8時ということになりますね。ぜひこの引き続きお聞きいただきたいと思います。で風花さん面白かったですね、はい、いやいやすごい痴漢撃退股間蹴りまくりの話をね、はい、聞いていただきましたけどね。さあそれで、風花さんは今度は、はい、本を出したと、ね、そうなんです。出版したということで、その話をちょっと、はい、いろいろ聞きたいと思いますけども、はい、本はあれですね、その痴漢撃退の本じゃなくて、じゃないですね、今回はタオル体操という健康維持の本、タオルで、はい、痴漢を首絞めようとじゃないですね、痴漢じゃなくて、はい、タオル体操の本、はい、で体操し、まあ、ダイエットとかそういうことですか。そうですね、夏までにストレッチとかダイエット、夏までに何よ、に夏までに痩せようみたいな痩せて健康に、もう夏ですからね、もう夏、はい、まあ、そんな短時間で痩せられるんですか。痩せます。私は1ヶ月に本当に落としたんで。この本はね、先生が監修していただいて。そうです、私が監修してた。そうだ、読んだんだ、そういえば。本当ですか、今のを聞くとちょっと嘘っぽい。ちゃんと本で監修したんだ。そうです、それなのに、はい、まずそのタオル体操ってやろうと思ってか、どっから そういうこと発想は。はいはい、現役の時はそんなに太ってはなかったんですけど、辞めた途端にもうなんだろう、リバウンドというか、やっぱ食べたい欲をずっと現役6年間抑えてたので、もうとにかく食べちゃったんですよ、そしたらもう面白いように太ってしまってわ、これどうしよう。でもジムに行くのもやっぱり人前に、ね、出るのは勇気がいるので、ジムにも行きたくないな、で太ってるからもう動くのも億劫だしと思って、なんか軽い運動をしたいなと思って、家にあるなんか適当にその辺にあったタオルを手に取って、適当に動き始めたのがきっかけなんですけど、そしたらなんかやっぱ筋肉がまた戻ってきて、自然に落ち始めたんですよ。その選手やってる時何キロぐらいあったんですか。選手は筋肉とかをしっかりつけて50から52です、ね、52キロぐらいやって、で減量中は47になってたんですよ。47までいったんだ。あ、それそのタオル体操でやってたってこと、はい。いや、その時は、選手の頃は普通に運動、激しい運動をして、減量したってことですね、はい、キロに、で選手を辞めて、はい、から太ってきた、また太ってきた。そうですね、もう筋肉がないのに、脂肪なんて軽いじゃないですか、それで55キロぐらいになったんだ。そうなんですよ。でそのやっぱりその数字以上に本当に見た目がやばくて、本にもビフォーアフターが出てるんですけども、そうですね、出ましたね、すごいんですよ、でこれはもうさすがにやばいと思って、でタオルを手に取り動き始めて、そしたら最初はやっぱお腹周りからどんどん落ち始めて、そんで気になってた肩周りも。だけどどうやってそのタオルでお腹周りが落ちる、それはもう簡単に落ちるのはみんな誰でもやりたいですよね。お腹をこするんじゃないでしょ。じゃないですね、まあ、簡単に言えば腹筋なんですけど、なんか普通の腹筋ってやっぱりそのやるのに本当にやる気になればできるんですけど、ちょっとやりたくないなっていう時に足の裏に、足の裏にタオルをかけて、膝裏に引っ掛けて、手の力と一緒に腹筋で起こす。そしたらまあ軽く、そんなに負荷がかからないで起き上がれるので、なんかテレビを見ながらとか。なるほど、はい、それをやると腹筋がついて、ウエストサイズが落ちると。そうですね、それとあとは、まあ、私はサイドの肉がすごくくびれが欲しかったので、ひねったりする体操も、タオルを持ちながらひねるということですね。はい、それが効いたと思います。なるほど。で何キロになったの、その55キロから47になりました。なんか本当に本気で痩せてた時と同じ体重になったんですよ、簡単にそのちょっとやるだけで、はい、ね、1日何分ぐらいそれやるんですか。私はもう本当にダラ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 やってたんですけど、でもそんな、意識しては
30分ダラダラしてたぐらいですね。ダラダラタオルを引っ張り続けた。ただなんか しながらテレビみたいになんかしながら、うん、とにかくちょっとこうあんまり意識しないでこう体を動かすと、そうですね、いう程度のことでいいってことですね、はい、あれすごくいいですよね。いい、まあ、なんかやらなきゃいけないとか、うん、そういうふうにあの脅迫観念があると長続きしないし、はい、そうです ねあのウォーキングとかって、結構あの持続しないとダメだけど、この今日ちょうど本持ってくればよかったんですよね。そうですよね、すみません残念でした。残念、あの筋肉にこう働きかけるものなので、筋肉がつくと、ね、あの太りにくいというか、まあ、そうですよね。そうなんです。だからなんか私はその根拠なくそういう運動で痩せたんですけど、なんかいろんな方に見てもらったらこれはちゃんと根拠合ってるよって言われて、あ、なるほど。じゃあその動きとかなんとか全部自分のオリジナルのそうですね、やり方なんです ね私が適当にやったら痩せたっていう動きですね。適当に痩せた、はい、なるほど。それはあんまりその痴漢撃退ほど執念がない、ないわけで痴漢撃退は関係ないでもなんだ初級中級、上級に分かれてて、初級中級は本当に痩せるための動きなんですけど、上級まで行くと痩せるプラス筋肉をつけてかっこいい体を目指す。それは ある程度格闘技職も入っているので、あ、なるほどね、痴漢された時にいいかもしれないですね結局そこに結びつけちゃうというタオルはあれですか、普通のタオルでいいんですか、普通のサイズのタオルで。そうですね、あのスポーツタオルがあれば、まあ、よりいいんですけど、もう何でもいいし、例えばもう着なくなった T シャツ、引っ張っていい T シャツとかあればそれでもいいし、ね、もう本当何でもいいと思いますね。そんな簡単できて、はい、まあ、一番目的はダイエットっていうことですかね。そうですね、ね、まあ、そうですね、痩せる、別に痩せなくてもいい人もいるので、その人たちは筋肉もつくだろうし、でもやっぱ痩せることが健康にいいのかなって。そうですよね、だから本当に私もあの本読ませてもらって、まあ、あのいや監修してるんですよ私はね、はい、改めてありがとうございます。いやいや、要するに自分で、自分なりの体操を考えられると、はい、ね、いうことがいいと思いますよね。でこういう風花さんみたいな若い人がこうやるんだああやるんだって、おじさんたちできないですよはっきり言って。だけどおじさんが自分で考えて、ね、自分の突き出た腹を、まあ、なんとかこう突き出たままなんかやる、自分で好きな格好しながらタオルを引っ張ってるといつの間にかその中もへこんでしまうと、はい、ね、ということで本当に自分なりの体操ができるということで、はい、それが非常にまあ効果もあるし、長続きも長続きするってことがいいですよね、はい、ということをね本当感じました、でこれはもうね、まあ、風花さんがこうやってるっていうのはもういっぱい書いてありますから、それは最初は皆さんそのままにしましょうね。風花さんみたいになれるんじゃないかと思うから、だけどそのうちにもなれないことが分かりますからそしたらもう、そしたらもう自分でオリジナルの格好しようと、はい、うちね母が運動全くしてない母が腹筋ができないって言うんで、そういう人にもできるように、60歳の母ができるように全部を考えているので、はい、割と多分誰にでもできるものだと思うんですよ。そうですよ、本当に。それは風花さんの動きができるってこと。はい、なんかそう、私がそうスポーツアスリートがあって元アスリートがあって打ち出しているので、私だからできるんじゃないかみたいに思ってる人もいると思うんですけど、うちの何にも運動したことない母にやらせてるものなので、だから本当にもう気楽にやっていただけたらと思いますね。なるほどね、はい、もう売り出してるんですよね本はね、はい、6月19日かなんかに発売されたんですよね。ぜひ、いや本当にもうぜひ、これ本屋さんに売ってるんですよね。売ってます。本屋さんに行って何て題材ですか。エイジレスタオル体操。あ、エイジレスタオル体操、エイジレスですよ本当に、ね、はい、老若男女、ね、何歳ぐらいからみんなやりますかね。でもダイエットってもう今なんか女性の永遠のテーマなので、10代の子も気になってると思うんですよ。だから全然悩みは別かもしれないけど、だから10代からもう本当うちの母世代60代とか、あと痩せるだけじゃなくて健康維持、筋肉をつけることなので健康維持にもなると思うから。そうですよね、はい、ね、本当タオル、簡単にタオルだけでね、タオル一本あればできるということでね、はい、そんな便利でもないですよ。あれ本当汗かいたら汗も拭けますもんね。あ、それそうです、ね、そうです、それ言いたかった、忘れてましたそうなんですよ、そうなんだ、はい、ぜひぜひ。いや本当に皆さんその本を買って、一緒にやって、風花さんと一緒にやってるつもりでねお願いしますじゃあもう一曲いきましょう。さあリクエスト曲何がいいですか。はい、リュウユニットさんの Like That お願いします。 Like That。
そのこの前さっきのメールでね、あの続きで、はい、その林ドクター監修のダイエット本の読みどころを教えてくださいって書いてありましたよね、はい、まあ、私監修してるんでそれは間違いない、ダイエット本の読みどころを教えてくださいって書いてあります。何がいいですか、読みどころって言われたら。読みどころはでも本当それぞれの気になるところだと思うんで、うん、お腹が気になる人はお腹の部分に注目していただきたいし、私がやりたいのは腰回りが私は気になるので、うん、私はその腰回りの肉が取れるところが読みどころだと思いますね。あ、じゃない、多分ね、はい、うん、ただ私が見てるとね、うん、本当になんかこうアイドルの写真集みたいな感じしてね、いやいや、それが読みどころじゃないかなと。とにかくなんだか分かんないけどパラパラパラみたいな可愛い女の人がこうしていろんなポーズ出てくるからね、それが面白いだろうなとそういうふうに思いますけどね。面白いですね。でも本当はね、すごいためになる本ですからね、ぜひ、何でしたっけ、エイジレスタオル体操、タオル体操ですよね、はい、ぜひ、まあ、本屋さんに行って、1000いくらでしたっけ、ね、1050円ですね。1050円でね、今アマゾンでも、あ、もう800円ぐらいね、1000円はい、1050円で売ってます、はい、しばらく完売だったんですけど、なんか昨日かそれくらいに補充されたみたいなので、本当ですか、じゃあ、はい、ぜひアマゾンでね、購入していただきたいと思いますね。さあ、それからそのどうですか、今度プロレスの話ですが、その今スターダムという、はい、団体のジェネラルマネージャーをしていて、はい、これから、まあ、もうまだまだ団体を引っ張っていかれるわけでしょうけど、はい、まあ、そのプロレスの指導なんかをしてるわけですか、うん、今。そうですね、プロレスの指導と、はい、リングアナをやったり、リングアナをやって、はい、ね、まあ、あの、まあ、スターダムっていうのは本当にね、うん、あの今集客がものすごく女子プロレスの中ではダントツ1位ですね。そうですね、そういうちゃんと給料払ってますか大丈夫、あれだけお客さんが来てくれてるので、はい、ちゃんと小川さん払わなきゃダメですそうだけど、そ、まあね、そういう今後どういう方向で、なんか今までこうビジュアル系で可愛い女の子集めて、まあ、やるというのは、まあ、一応とりあえず成功しているんですけど、はい、まあ、なんだかこういう風にしたいなとか、どうですか、なんかベースはイメージ、皆さんが持つイメージは今までと変わらず可愛い子がいっぱいいるなっていうイメージは持たせたいんですけども、うん、でもその中で1期生2期生3期生っていうのは可愛いプラスこれからはどんどん実力もつけていってほしいし、うん、でその可愛い子、実力もある可愛い子たちがどんどん外に殴り込みかけていったら面白いなって思います、ね、うんうん、これやっぱりその昔の女子プロレスみたくね、はい、そのユニットとかその、うん、歌を歌わせるとか、なんかそういうことは考えてないんですか。うち今キングレコードさんから入場曲特集が出てるんですけど、その中で1曲宝生天女っていううちの売り出し中のタッグチームが歌を歌ってます、ね、歌ってるんですか、はい、あ、ぜひここで流してくださいよ。あ、そうだね、はい、ぜひ、あ、嬉しい未来のスターダムっていう曲なんです。あ、本当ですか、はい、だから昔の、ね、うん、私はいつも女子プロレスの人とはこういう話になっちゃうんだけど、はい、私が関わってたその前女の時代はね、うん、私クラッシュギャルズの時代ですよ。おー、ね、はい、クラッシュギャルズとかその前の何でしたっけ、ビューティーペアとかね、要するに、はい、あの子たちがああいう形をやったから非常にもうプロレスも有名になったし、はい、すごい、それこそ本当にスターになったわけです、あの人たちはね、うんうん、で今の女子プロレスといってもいろんな男の子たちに人気あるかもしれないけども、はい、本当マニアだけの話で、うん、なんかこう一般的じゃないですよね。そうですね、ということは要するにそのああいう歌を歌ったりなんかして、しかもその女の子がね、うん、女の子が憧れてくるような、うん、そんなのじゃないとなんかこれから人気も出てくるんじゃないかなと。そうですね、いうふうにその他の女の子つけ回してやろうなんて思うような男が見てたんじゃ、やっぱりそれね、こわん蹴られるぐらいなんかすぐに思いますよねってことはちょっと方向転換してこう女性が好きそうな男っぽい子と思いますよね。あ、なるほど、じゃないかなと。だからそういう歌なんかも、うん、そういうのでうまく活用しながらやってた方がいいんじゃないかな。だってものすごかったですあの頃は ね、知らないでしょうけど、はい、噂では本当もうすごい時代でした、はい、本当に女子プロレスがね人気あって、もうだってテレビだって本当にいい時間帯でやってたでしょ。うん、だしとにかくもう受付のフロントのとこでは段ボール箱にお金を入れて足で踏みつけながら、いやその伝説よく聞きますねやってたんですから、本当に1枚2枚の人は全然分からない人だっていうね。うわ、すごい、そういう時代があったんですよね。だからまあ本当は夢をもう多分ね、はい、小川さんなんかもね、もう夢はもう一度だと思ってますよ彼もね、はい、あの時代知ってるから彼もね。でも小川さんはその最悪な時代も見てきてるじゃないですかまあそうですね、だから今もうなんか細々と幸せを感じてるみたいですけどね。なるほど、じゃ今ぐらいでいいと。いやでも ね、みんなで夢を見て大きいことやりたいです ね、 そうですよね。だからやっぱ本当のスターを作っていく
べきですよね。じゃあそのためには果たして本当プロレスだけでいいのかと、ね、いうふうに思うんで、やっぱり本当男じゃないですよ、お客は。女子をね、女の人をね、増やさなきゃダメですよ絶対。お金も使うし、ね、女の子の方がそう、男なんかお金使わないでしょ。でも男性ファンを大事にしつつ女性を増やしていきたいですね。本当にそう思う。女性を、女子の、で女の子、女の子に憧れられるような人たちをどんどん作っていこうと、はい、それが、スターダムジェネラルマネージャーとしての、はい、やっぱりこれからの責務だと思いますよね。頑張ります、ね、頑張ってくださいまさかアドバイスいただけると思わなかった。いやいや、なんてありません ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。今月の推薦歌謡曲のコーナーに行きたいと思います。人々の心を癒し勇気づけてくれる、歌謡曲をかけていきたいと思います。今月は千花由紀さんの歌をお送りします。愛に傷つき、愛に裏切られ、愛から逃げた人生でした。失うことなど怖くはないが、向けた背中に分かってほしい愛と涙の女の心。千花由紀さん、こんな女でごめんなさい。子供の頃に読んだ本の綺麗なガラスの靴はどうしてか私には氷の靴に見えました。幸せなんて本当はどこにもないと思ってる。女でごめんなさい。二十歳の夏に買ったルージュ、酔いどれ男の胸に嘘つきと書き殴り、二人の部屋を捨てました。愛されたって最後には傷つくだけと思ってる。こんなこんな女でごめんなさい。千花由紀さんのね、こんな女でごめんなさいという曲を聴いていただいております。これで今月はね、もう4回5回ですか、かけさせていただきましたけどね、また来月は別の曲を推薦していきたいと思います。どうですか風花さん、こんな女でごめんなさいとか。素敵ですね私こういう系あんまり聞かないけどじっくり聞くといいなと特に先生の声が乗っかるといやいやだからないけど素敵です。いやいやそう、それでまあ本も出して、ね、女子プロレスのスターダムとしてそのジェネラルマネージャーとして女子プロレス界を引っ張っていかなきゃいけないし、これからね、はい、やることいっぱいありますけど、はい、スピードになる夢はどうですか。スピードはそうですね、うん、ちょっとさすがにもう諦めようかな。諦めた。今日諦めますでもなんかそういう活動していきたいでしょ、芸能活動していきたいじゃないの。いや私はもうあまり人前に出たいというよりはもう次の選手にどんどん出ていってほしいなと思ってますね。ああ本当ですか、はい。まあ、それも残念だね。まだまだなんかいろいろ活躍してほしいな、なと思いますけどね。ありがとうございます、うん、需要がもうないんでじゃあ今本当にそのプロレスだけですか。
あでもそうやって本あの本自伝も本出して自伝出させていただいたり、はい、このタオル体操もだし、うん、それに伴ってあの講演会の方やらせていただいたりとか、ね、そうだね講演があるといい、ね、そうなんですよいろいろやらせていただいてますね、うん、じゃあそういう意味では本当にいろいろ多方面でね活躍されて、はい、ますます有名になって頑張りたいです。つけまされてまた捕まえてまたトースポ一目狙ってそうですよねトースポ様々だね本当に、はい、時間様々トースポ様々本当にそれはいや本当にありがとうございます今日はね、ありがとうございます。まあ本当にこのもう6月も終わりましてもう今年半分終わったってことですからね。そうでしょう、ね、もうあと半分しかないどんどんもう今年も終わり正月近くなってきてね、はい、また次の年になりますよ。びっくりしたな本当な。ますます盛り上げていきたいと思います。スターダム今度プロレスいつスターダム見たんですか。7月7日12時半から新木場ファーストリングであります。新木場でね、はい、あ7月7日ってもうすぐじゃないですか。そうですね後楽園ホールは8月17日、8月17日土曜日が後楽園ホールですね。はい、はい、私の誕生日直前なのでいつが誕生日ですか。8月20日ですね。8月30日でその前にはいあのですね、本のその、はい、あれなんかも会場で売ったりするんでしょ。会場でそうですねちょこちょこ、ね、でもあんまり今日やってないですねすいません会場は今アマゾンと本屋さんで。あそうかそうか、はい、まあでもやっぱりどんどんテレビでも何でもした方がいいですよね。そうです ね、 ね絶対うん、まあ本当増刷されることをね、はい、これが大好評で2冊次が出たらまた呼んでください。そうですよね、はい、ね、ぜひお願いします。私の監修もぜひ次で ありがとうございますお願いします。いやいやいや、まあ、本当にねまだまだあのちょっと梅雨空、ね、あのすっきりも晴れませんけれども、暑くなったりまた涼しくなったりということで、ねまあ、簡単の差がちょっと激しい日々は続きます。もう本当にねあのこう自律神経のバランスが非常に崩れますからねもうやっぱり病気になる確率もかなり高いです。まあ、一番大事なことは、そういうことでまあ免疫力を上げることということなんですね。ですから免疫力をしっかり上げるためにね一番簡単な方法は本当にねゲラゲラ笑うことなんですね。ゲラゲラ笑うだけで免疫力の働きが確実になって、健康を維持できるということでね、タオル一枚持ってね背中がこれあの自律神経のバランスを鍛えるためにはね寒風摩擦がいいですからね、そのタオルでタオル体操した後はゴシゴシ背中をこすって寒摩擦をするということはいいんじゃないでしょうか。そうしましょう。今日はいいよ。じゃあ今度それも入れてもらって、はい、タオル体操の中に入れてもらうということでね、本当にいろいろありがとうございました。今日はねありがとうございました。じゃあまた頑張ってくださいね。これからもよろしくお願いします。それでは皆さん来週は水曜日です。7月3日の午後8時にお耳にかかります。それでは皆さんさようなら。会いに行こう話をしに行こう